じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあ、最年長なんで、クロちゃんに乾杯の温度、はい、お願いします。クロちゃん、はい、じゃあ、私クロちゃんが岩井社長の下で、マネーの音でデビューして、で、ここまでやってこれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、今後も皆様の、事業と健康と末長く、うまくいくように記念して乾杯したいと思います。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかあっという間だったよ、収録。そうですね。どうでした、収録。あっという間でした。なんだ、同じ答えかビビってましたけどね、かなり。何ビビってた。私も2チャンネル相当書かれたんで、で、またこうやって映像に出るとね、またいろんなこと言う人がいらっしゃるので、で、それの対応しなくちゃいけないのかなと、ちょっと重かったですね。この中で一番炎上したのは誰ですかね。私じゃないですか、多分。いや、長谷部だろ。え、そうですか。大長谷部でしょ。あ、じゃあ終わってからも、いや、でも俺はね、あんまり 見なかった。社長見ない方がいいっすよって言われたんで、あんま見ないよね、うん、そうだよね。うち仕事柄見ちゃうんですよね。あ、なるほどね。金さん、どうでした今日。私は行く前やっぱ一杯引っ掛けてから本気で思ったんですよ。ウイスキーでも飲んどこうかなって。でもふと結論的に一杯引っ掛けたところで何も出てこないだから、素で行こう。なんで引っ掛けてこんかったな。いや、飲みながらやったから。飲みながらやったから。いや、本当に一杯引っ掛けた方が私いいかなって。わかるよ、わかります。本気で思ってました。なるほど。でももう岩井社長のいつもの笑顔を見たら、うん、全然大丈夫だね。大丈夫、大丈夫、ね、はい。岩井社長のおかげですよ。もう何言う、こうやって任せただけです。おかわりお願いします。早いもうこのペースでガンガンいくからね。千代君、最後だったけどどうだった。まあ、岩井社長がお話をそのまま、うん、持っていってくれたんで、それに受け答えする。でも、うまいっすよね、岩井社長ね。うまいっすよね、うん、なかなかできないっすよね、うん、引き出してくれてるもん。そうですね、うん、やっぱこういうの仕事にしてますからやっぱ、はい、なんか番組に出た時にさ、俺を含めて5人いたじゃない、社長が。クロちゃん的にさ、すげえ嫌だった人いるの。嫌だった人ですか、うん、一番嫌だったのは加藤社長ですね。加藤さん、うん、いきなりなんか噛みついてきて、なんで、こいつ俺にそんなに噛みついてくるのかなって思ったんですよ。何かだから加藤社長の思ってるその人間像の嫌いな人間に私がもしかして入ったのかなって。絶対そうだわ。だってさ、ある片方から見れば嫌われるタイプやもん、ね、そうですよね、絶対そう。その自覚持った方がいいよ。私は好きだから大丈夫。そういうのはね、あります、いろいろ。ああ、そうかそうか、加藤君か。長谷部君はなかったか。あれ、俺は本当にキュート。岩井社長。俺？え？面白い、もう。言って言って。え、何やった？面白い。図星だから。図星だから。俺の作戦がもう見え見えで。ああ、読まれてる。読まれてるなら。ほう。一番嫌だった。へえ。若いのにすごいよね。やるやるな、俺も。うん。クロちゃんの頃までは本当に現金生だったんだよ。でそれで吉川さん、はい、吉川さんも僕もそうなんだけど、名古屋から来るじゃん。で新幹線であれだけの現生を持ってくるわけよ。で実際怖いわけ。そうですね。だから吉川さんがある時、もうさって、もう私本当怖くてしょうがないから、もうこれやめやめてよって言って、でまあ防犯上もね危ないからって言うんで、ああいう形になっただけ。あ、そうなんですか。ものすごく後になって、ねね、あれが小道具になったがために俺はよく出した。あ、実感が湧かなくて。そうなの。小道具だと思っちゃうと、ついついこう握って1、2、3ってやるのが平気になる。あれが自分で本当に持ってきた2000万だったら、やっぱりね、もっと慎重なんだよ、きっと人間って。ものすごいね、不思議な人間心理。だからテレビ局側はそんなこと意識してなかったと思うけども、結果としてはそうなったわ、俺。千代君の会の時嫌だった人いる？あ、いやというか、もう手強いなって思ったナンバー社長ですね。もう例えば河原社長に質問されて、うん、答えてる時にナンバー社長が、うん、
で答えると、うん、でまたこっち答えたらもうなんだ僕の質問をほったらかしかっていう、うん、でカットされたとこがあるんですけど、うんうん、これもうテレビでも話したんですけど、まあ実家の猫が死にかけた時に振りかけた目が緑になったって話をしたんですよ。で南波社長が「それって君猫見えたのかね」って言われて、で僕もだいぶカチンと来てたから「僕は猫じゃないか分かりません」って言って、もうそこで南波社長がもうヒート、もう僕だけにももう一斉にもそこはカットですよね。もうそれから南波社長がもう来ました。でも最後にやっぱり、うん、南波社長の一言でね、もうこの人は余裕がないんだって言われた時に、うん、なんか南波社長が言ってくれたことに受け答えができたのが変わってきたな。余裕がないんだってどういうこと？もう年と働いてたのが、ね、やっぱり、うん、だから本当にね、宣伝に来たなんかこれっぽっちも思ってないんですよ。これ本当に。でもまあ最終的には宣伝になると思うんですけどね。でもそれでも目的来てないので、それを言ってしまっても違うのにっていうのことしか言えないので。なるほどなるほど。金さんは放送の時嫌な写真。ああなるほど、聞きたいね。その感情を抱く前に終わっちゃったんですよ、うん、正直言って、うん、怒られたりする前に。そうかもね。怒るポイントがいっぱいあったと思うんですよ。その時はこの企画は完璧だと思って挑んでますけど、後から見たら当たり前のことしか言ってなくて何にも面白くないじゃんっていう感じなんですよ。なんだけど岩井社長がもうなんかやっぱり終わらせてくれたんで、戦を。だからその怒られたりする前に、誰かに嫌な感情を抱く前に終わっちゃったっていうのが、ね、結構俺多いよね。もういいよいいよ、もう俺出すからみたいな、はい、上手ね上手。じゃあやかましくなっちゃうんだよ。もうなんか何年間での河原社長がギャグ言ったの覚えてます？キムチってキムチいいよねって。つまんねえと思う。だってね、河原さんね、なんかの時にもう君ら知らんかもな、平凡パンチってあります、ね、昔さ、プレイボーイと平凡パンチだった、はいはい、で、なんかの収録の時にすっげえ真面目な顔して、志願者に怒り出して、君はね、平凡なんだよ、平凡すぎんだ、平凡パーンチって言ったね、テレビでね。で、その瞬間にな、まあ、当然大爆笑になるじゃん。で、撮ってる人たちが河原さん、すいません、もうどっちみち流せないんで、そういうのやめてくださいって、いらっしゃいませ。でも、キムチはキムチで、やっぱ緊張ほぐれましたね。心の中で、とんでもないこと言ってきたなと思ったんです。私の時はそういう和やかはなかったです。いや、もう川原さんはとにかくギャグ言いまくってたよ。はいはいはい、全然知らない。連続。場を和ますんですね、だから川原さん。連ちゃん。脇見運転だから。そうなんですか。もう意味がわかんない、もう本当に。突然言うからね。愉快でした。いや、愉快だね。岩井社長と連絡取ってるんですかっていうのはいろんな人に聞かれるんですよ。普通の見てる人に。そこが気になるポイントなのかな。それは私お客さんにも言われます。つなんで取ってますって言うと、岩井社長とつながってんですかって、それはもうまだにちゃんとそれはつながってますよっていう。多分なんかね、俺いろんな社長に聞くんだけど、みんなつながってないのよ。え、出した人たちと。あ、お金出した人。そう意外と。へえ、すごい聞かれます。本当にほとんどの社長が、いやいや、まあ、あれは出しただけだよって、それ以降つながってないねって言うから、同窓会、珍しいんだよ。同窓会なんてないのかもしれないですね。いや、絶対ないと思う。イエーイだね。だって、ここしかない。それだけの数出した人が、多分俺とかなりさんぐらいしかいないので、あ、はい、うん、最初はもうめっちゃくちゃ書かれたからね。そうですね、社長に書かれてましたね。虎の中で一番バカなのは岩井だって。うん、で、もうすぐ上で、全然ビジネスのプランがね、大したことないのに金を出すみたいな。で、変な水とかマジで。正直プランで出したことが俺一回もないからな。ど素人の。まあせいぜい長谷部君ぐらいじゃん。長谷部君はこれはまあうまくいくんだろうなと思ったよ。うまくいくんだろうなと思ったけど、ほんまにすごい嫌出した俺。嫌だろ最後の100万は。まあしかしね、17年経ってね、こうやって5人でなんか集まってるだけで幸せだね。めっちゃ嬉しいね。本当に幸せです。毎年やらないとね、これね。そうですね。福島から来てくださいよ。名古屋から。誰かが潰れそうになったら、みんなで、ね、助けよう。まず俺。はい。もう絶対、もう本当に、ね、なんか、こんな機会で、ね、こんなもんだって本当嬉しいわ。いいっすよね。いや、めちゃ泣いちゃいそうです、本当に。すみません、好きだなって。おかわりお願いします。
はいですね、もう、はい、生ビール。いいですね。すいません、生ビール。岩井社長にグラス動かしちゃった。これなんか。子供にお母さんと。そこに火をつけてくれるの。色濃い今日帰るやめろってやめろって放送できなくなるからやめろ言うてんの